小柴正則は、日本の電子工学者、北海道大学名誉教授、元電子情報通信学会会長。1971年北海道、大学工学部電子工学科卒業。1973年北海道大学大学院、工学研究科電子工学専攻修士課程修了。1976年北海道大学大学院。 工学研究家電子工学専攻博士課程修了。工学博士、北見工業大学工学部電子工学科講師。1979年北海道大学工学部電子工学科助教授。1987年北海道大学工学部電子工学科教授。1999年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ会長。 2001年大学評価、学位受与機構学位審査会専門委員。2003年映像情報メディア学会副会長、電気学会計算電磁気学調査、専門委員会委員長。2004年北海道大学大学院情報科学、研究科副研究科長、文部科学省科学技術、学術審議会専門委員、日本放送協会、経営委員。 2006年北海道大学大学院情報科学研究課長。2009年電子情報通信学会副会長。2012年北海道大学キャリアセンターセンター長。2015年電子情報通信学会会長。IEEE、e、フェロー、アメリカ工学会フェロー、電子情報通信学会名誉院、フェロー、電気通信学会功績賞。 応用物理学会校、量子エレクトロニクス業績賞等を受賞。ありがとうございます。